はい、皆さんこんにちは、かなみんです。はい、ということで本日は初めてのオートミール作り、イエイ。はい、ということで私はオートミールを今までで食べたことないんですけど、今回ちょっとね、これから夏にもなるし、だんだん肌見せとか露出も増えてくる、服装にもなるじゃないですか。ということでダイエットも兼ねて、ご飯をオートミールに置き換える料理をちょっとこれからチャレンジしていきたいなと思い、ちょっと初挑戦の今回はね、こちら今回作るのはオートミールで、じゃじゃん、ビビンバーなんかインスタグラムで見たんですよ、オートミール、ご飯をオートミールに置き換えて、このビビンバのね、これカルディに売ってるんですけど、やるとなんかオートミール感がなくて、何？すごい食べやすいみたいなので、ちょっとこれにまずは挑戦してみたいなと思います。ちなみにオートミールって何？って思う方がいると思うんですけど、こちらオートミールですね。今回はこちらインスタントタイプと、あとこちらもオートミールなんですけど、ロールドタイプって言って、なんか粒がちょっと、こっちはご飯っぽく、ちょっと粒が大きかったり、これはなんかご飯と置き換えるときによりご飯っぽく食べれるみたいで、こっちのインスタントタイプはちょっとフレークが細かくなってるんですよ。なのでなんかおかゆとかにいいみたいですよ。おかゆ作るときとか、あとあクッキーとかもいいみたいですね。オートミールのクッキー美味しそう。ちょっと今度チャレンジしてみます。みたいで、そう、このオートミールはオーツ麦を蒸してローラーでフレーク状にした、食品添加物を一切加えていないオーツ麦 100% のシリアルです。オーツ麦には食物繊維や鉄分が豊富で、ビタミン B1 やタンパク質も含まれています。トラディショナルスタイルは厚めのフレークで一粒一粒がしっかりしているため、料理をすることでご飯のような食感を楽しむことができます。ということで、このロールドタイプのことですか、ロールドタイプのトラディショナルスタイル、ちょっと大きめの粒がこういう言うみたいですね、トラディショナルスタイル。はい、ということで今回はご飯の代わりにしたいので、このね、ビビンバで作りたいので、こっちのトラディショナルタイプでこのビビンバを作っていきます。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今オートミールと水を合わせてレンジでチンしてオートミールを作ってきました。こちらです。なんですが、またまたなんか撮影するとちょっと料理系は失敗しやすいのかな。またちょっと失敗してしまったんですけど、水の量を間違えちゃって、自分の見てたレシピとちょっとね、量多く水入れてしまって、レンジでちょっと溢れ出てしまいました。だけどなんとかちょっと量を増やしたりして、なんとかまあ固まったので大丈夫かなっていうことで作っていきたいと思います。やばいね、やらかしてばっかりだ。じゃあこのビビンバの素を開けます。もともとこのオートミール、私これ作りたいなと思ったのが今年の2月ぐらいに作りたいなと思ったんですよ。でそこからね、母に買ってきてってお願いしてたんですよ。だからもうね、だいぶ月日が経ってるじゃないですか。だからもうね、母も途中まで半分以上食べちゃってて、今回今日これを作るっていうねことになったので、もう足りなくなっちゃって、このオートミールの量が、レシピの量が。なのでさっきこっちのね、ちっちゃい粒の
オートミールも混ぜてまた作りました。でも結構いけそう、大丈夫そう、大丈夫だ多分。ということでこれ出したら、これすごいの、具材も入ってる、具材とこのタレ入ってるので、これをこの具材をね一回ちょっと水気を切るということなので、水気を切ってきます。はい、ということで具材を拭き取ってきました。これを入れていきます。はい、これで混ぜ合わせて、でこちらのタレも入れます。旨辛コチュジャンのタレ絶対美味しい。この色、いい色、あ、いい匂い、絶対美味しいやつだこれ。よし、あー、もう最高、美味しい匂いだ、いい匂い。よし、はい、こんな感じでビビンバになりました。これを丸めておにぎりにします。匂いは絶対おいしい。すごい、ほぼご飯と同じ感じ。ちょっと水入れすぎたからちょっと緩くなっちゃったけど、でも見てください、ビビンバのオートミールビビンバのおにぎりが完成しました。じゃあ試食していきたいと思います。ちょっと緩くなっちゃった。いただきます。うん、想像以上に美味しいです。え、このタレめっちゃ美味しい。うん、なんか普通にご飯の感覚、オートミールも、あ、全然なんか癖もなくてすごい食べやすい。ちょっと水入れすぎてしまったのはちょっと失敗だったんですけど、でも味めっちゃ美味しいし、え、思った以上にオートミールって美味しいんだって思いました。なんかだから初心者の方とかこういうのから始めたら食べやすくていいかもしれないですね。え、美味しい。ぜひご飯をねちょっとオートミールに置き換えてダイエットとか体作りしてみるのもいいかもしれませんね。なんかすごいんですよ、オートミール他にも種類あって、ちょっとプロテイン入りのオートミールとか、タンパク質がより取れるのとかもあったりするので、ぜひぜひぜひ気になる方は試してみてください。ということで、美味しかった、よかった、今回これ作ってみてよかったなと思います。皆さん美味しそうだなって思った方、そして私も僕も試してみようと思った方、ぜひぜひいいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。私もこれから
オートミール生活少しずつ始めていきたいなと思います。よし、夏に向けて頑張るぞ。それではまたね、バイバイ。